はい、こんにちは、シャケフ夫婦です。こんにちは。こんにちは。今回はですね、乾杯のご発声について、実際の僕の動画があるのでお届けしたいなと思います。乾杯のご発声はですね、非常に胃が痛くなるんですよ。緊張のしすぎで。ウェディングプランナーさんとかサービススタッフさんはですね、乾杯のご発声する人をねぎらってほしいですね。マジでご飯食べれなくなるんすわ、終わった後。そんなプランナーの乾杯の挨拶をどうぞ。はい、しっかりと乾杯の挨拶させていただければと思います。本日は本当におめでとうございます。はい、ブレオケ並びに、ご親族の皆様、本日は本当におめでとうございます。どうぞおかけください。ただいまご紹介に預かりました、私新郎の、友人、弊社こちらで以前ウェディングプランナーをしておりました、と申します。諸先輩方を目の前に甚だ僭越ではございますが、ご指名がありましたので乾杯の音頭を取らせていただきます。私は中学校からの友人に当たりまして、の第一印象と聞かれると決していいものではありませんでした。はですね、常に成績トップレベル、学年でも本当に1位2位を争う、優秀なタイプでして、かくいう私はですね、学年で下からトップレベル、はい、お互いに、トップ同士というところで、はい、非常にこう敵対心を最初は持っていたことを今でも思います。そんな、が本日こう結婚をするというところで、今日はですね、君のいいところをたくさん用意させていただきました。ただですね、乾杯の挨拶というものは、時間が大切です。もう皆様の目の前に置かれているシャンパンもですね、泡がなくなってただの白ワインになる可能性がありますので、今回の、いいところに関しては割愛をさせていただきまして、はい、割愛をさせていただきまして、私のインスタグラムでアップをしております。ハッシュタグ結婚式乾杯、ハッシュタグ結婚式乾杯、いいところですね、ずらっと並べておりますので、興味のある方はぜひご覧になってみてください。いいところをですね、皆様にお伝えできたかなと思いますので、乾杯へ移らせていただければと思います。では、それでは皆様、グラスを手にお二人に向かWalking down the street on clouds instead of the concrete. I'm dancing through. Everything's about to come my way. Nothing can ruin my day, no matter what anyone does.